はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は、2024年7月25日から8月5日まで、お山田ドンまたは大地がドンここみチャンネル大予言をお送りいたします。よろしくお願いいたします。 バックミュージックが切れても喋り続けてしまいましたけど。いやいや、あのですね。いや、ここみチャンネル大予言ということで、まあもう2000本以上動画を上げてますが、初めての予言となります <laughs>。予言。予言ですよ。予言の世はあらかじめという字がね、物語ってるように、前もって言っちゃうよ。 なんかあれだね。あれ、予言っていう字の言葉の意味を丁寧に言うと、バカみたいだね。予言。予言の言うはあらかじめですよ。前もってという意味なんですよね。予言の言は言うでしょだから予言っていうのはあらかじめ言う。前もって言っちゃうよという意味なんですよ。予言。もう予言って言うとなんかあの重みがある。ね、なんか発音に予言、なんか重みが、あ、そうか、なんか濁点があるからだよね。 よげ。で、うんで締めてるからね。よげ。ね。締めてるんだよね。これ締めるからだ。うんでし、うんっていうのはね、最後に、言葉の最後にうんが来ると、ね、あの、閉まるんですよ。もちろん、あの、水戸公も、うん、閉まる。い <laughs> やいや、危ない危ない。いや、閉まるでしょね。で、うんが来ると閉まるの。だから、よげん、濁点もあるし、閉まるし、重みがある。でも、 前もって言っちゃうよ。これはしまんないね。まあだけどそういうことなんですよ。前もって言っちゃうよ。ね。前もって言っちゃうんですよ。これから大きい揺れもしくは、お山だ、ドーンが発生すると。これは自信ありますよ。もう35年以上研究してますからね。7月の25からですね、8月の5日の夜中の0時まで。まあ、この間にですね、 小山田ドンこれは範囲は、あの世界じゃないですよ。範囲は、まあ、北海道の先と、先の、まあ、先の方から、沖縄の、もうすごい南までね、南の鳥島とかそこまでまで,で、あのだ、小山田ドンもしくはですよ、これは大きく、ゴゴゴンと揺れる。 大地がドンまあ、どっちかですね。反応出てるんですよ。まあ、私はいろあの、機械を持ってましてね。計測もしてますので、自分で。まあ、反応出ました。うん。あの、ほぼ、まあ、間違いないんじゃないかと思いますよね。これはね、まあ、どこで揺れるかわかんないですよね。あの、例えば北海道の先の先の先のね、あの、もうロシアとの境目かもしれないし、ね、そこがドカーンってなったり揺れたりしても、 まあ沖縄にいる人にとってはあまりね、なんか、え、どうしたのどうしたのっていう感じでしょうし、逆に沖縄でね、沖縄の本島じゃなくてもっと南側でドカーンってなって揺れてもね、あの台湾と沖縄の間ぐらいでね、海底でドカーンって何かなっても、まあ沖縄は、おお、なんか揺れたね、みたいになるんでしょうけれども、これまた本州と北海道にはそんなに影響はね、ないんですよ。まあどこに来るかちょっとわからないですが、 これはですね、あの、日本国中、一応私は、まあ、日本ということで予言をさせていただきます。この10日間、皆さん、当たるも発見、外れるも発見、ね。いやだけど、当たると思いますよ。この予言はね、相当自信があるので、これは初めて、この20何十本か出している中でですよ、初めて予言ということで、皆さんにお伝えをします。 断言ですよ。予言断言、断言,断言予言。お山田ドン。大地がドン。大地がドン。えー、お山田ドンですよね。歌ってるわじゃね。<laughs> なんだその作詞作曲の妙な歌はね。<laughs> やめろってね。<laughs> いや、だけどね。これ毎日結構震度3前後のね、震度3ぐらいの揺れが来てますよね。毎日ね。これもうおかしいと思わないですか ね、関東から東北あたりも多いでしょ今ね。うん、だからこれはね、ゆくゆく来る大きな、まあ揺れの前兆なんですよ。まあ大きい揺れ、もしくは、まあお山田ドンですよね。まあどっち、あの、両方ともね、あの似ているものなんですよ。もうほぼね、あの、同じような現象なんですよ。セットなの。うん、だから、まあまあ、あの、今は片方ずつ来てるけど、やがて両方いっぺんに来る、あの、 こう重なってね、かぶってくるような、まあ、ことも起きます。時期が、そういう時期が、まあ、あるってことですね、これからね。まあ、これは厳しいですけれども、日本はね、前からお話ししているように、火山列島なんですよ。北海道から沖縄まで、火山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 の上で我々は暮らさせていただいてるんです。大自然のね、まあ、息吹の上でですよ、暮らしてるんですよ。 躍動してるんですよ。日本列島というのは。そうやって考えるとなんかお、すごいな。なんか自然を感じるなと思うけれども、ただその上で暮らしてるので、いつ下たからドカーンってなっても、いや、本当ですよ。おかしくないんですよ。いや、もちろんね、あの圧力が抜けるところは、穴が開いてるところから抜けるから、まあ今まであった、まあ、加工ですよね。そこからドドドーンって出てくるっていうのが一般的なんですよ。でもそうじゃない場合もこれからあるかもしれない。 いきなり平野で平地でね。いや、これあるんです。実際イタリアであったんですから。何でもない平野の下から、急にね、地面がバキバキバキって言われてね、おやおや何かなって思っていたら、そっから赤いものが、熱いものが、パン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 って吹き出してきたの。何にもない山じゃないんですよ。本当に。そんなとこからも噴火が起きるんですよ。 これは恐ろしいでしょう。自然の力ってのはすごいし、自然っていうのは未知なるものですよね。その仕組みもわかんない。下から圧力がかかって、とにかく弱いところだったんでしょうね。地盤が弱くて、そこからたまたま吹き出しちゃったんでしょうけれども、そういうこともあるんですよ。だから科学的にね、学者の方々が研究してね、 いや、こっから、昔からね、あのー、後があってね、うん、こっから吹き出すんだよっていうところから、もちろん吹き出しやすいんですけど、そうではない、想定外のね、誰もが予測していない、誰もが予測していないところから、バリ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 って言って吹き上がってくることもあるんですよ。これが怖いね。だから、あの、大きな揺れもそうですよね。いやー、今までここにね、わしはよ80年以上住んでるけどね、 一回も大きく揺れたことはないんだよ。ああ、なんだこの揺れはどう、どうした急に、うあ揺れているぞ本当ですよ。一回も揺れたことなくても、なるの。これわかんないね。うん、だ今までは大丈夫だった。だけど、今はわからない。未来はわからないってことですよ。十分考えられるんですよね。これ恐ろしいことですが、事実です。日本列島というのは、 ま、言い換えればですね、火山列島なんですよ。火山の上で我々は暮らしてるんですね。もうあらゆる種類の火山があるんですよ。でもそのおかげで暖かい温泉に入ることはできますよね。温泉が湧きやすい。だってもう火山で下から熱いのが出てきてるから、ね、あの、その間にある水が溜まってる部分っていうのがお湯になっちゃうんですよ。これはでもありがたいね。うん。 ものすごく体にいいですしね。温泉は体にいいですよ。あの、武田信玄ってね、あの、今は山梨県と呼んでますけど、海の国ですよね、昔ね。その海の国の武田信玄は、やっぱりね、あの、武士が戦って傷が癒えるようにね、あの、刀傷を癒す、そういうような施設を作らないといかんなって言って、まあ、温泉施設に力を入れていたというね、話もあります。それぐらい、 体のの傷とととかね、ね。皮膚の療養ににいいいいんですすよ。よあとは、まあ、内臓にもいいと言われてますよ、ねまあ、体を温めると、まあ、最近分かったことはね、体温を上げていく、体の中を熱くしていくと、非常に体の、ね、免疫機能が活発になって、あの悪いものをやっつけるという仕組みが働く、もう本当にこう強化されるっていうね、まあ、そういうデータも実際出てるんですよ。 だからね、あの、昔から温泉療養とかあって、いやー、そんなのどうなんだよ、そんないい意味ないんじゃないかなって言ってた人も多かったんだけど、ここに来て変わってきたんですよ、みんなの意識がね。やっぱり熱いお湯にある程度長く浸かるというのは、体にとてもいいことが分かってきたんですよ。まあ、あんまり熱いとのぼせちゃう人もいるしね、<laughs> まあ、あんまりもそれはあの、我慢我慢で入ってはいけないということですけれども、ね、まあ、あの体にはとてもね、 あの適度な形で、ね、温泉に浸かるというのは体にいいということですね。まあ皆さん、まあ、そんな、ねまあ、あの両面ありますよ。プラスマイナスがね、何でも世の中プラスマイナス。人生っていうのはよくよく考えたら、プラスとマイナスの連続ですよね。悪いことばっかり、悪いことばっかりしか起きない人生っていうのは、まあ、ほぼないんですよ。あの悪いことが続く時期はある。確かにね。 でも頑張って一生懸命粘ればまたいいことがやってきますから。本当にそれを信じて頑張っていくしかないですね。うん。だからいいことばっかり起きてる人も調子に乗っかってるととんでもないことになっちゃうかもしれないね。事業がうまくいって、俺は天才だ、自分はすごいんだなんて言いながらね、活躍していって、で、お金も儲けてね、たまんまんみたいなところに住んで、俺はもう一流の人間なんだ、みたいにね。 でみんなが、いや、なんか、襟のついたシャツとかスーツを着た方がいいですよ、ネクタイして。そんなもん必要ねえよ、T シャツでいいんだよ、とか言ってね。いや、でもそれはどうなんですかねって言って。いや、俺はこれでもう完璧に、あの、天下取ってるんだから、T シャツで行くよ、ジーパンと T シャツだよ。えー、でも社長はジーパンと T シャツで大丈夫ですかだから今までの概念がお前たちはまだ古いって言ってるんだよ、とか言いながらね。まあ、その調子で。 あちょっと調子乗っかっちゃったんでしょうね、突っ走って。まあ、そうしたら、なんか、ね、意地悪されて、ね、罠にはめられてね、ね、捕まっちゃったんじゃん。いや、ほんとそういう人もいるでしょきっと。いや、知らないけど。そんな、あの人もいるんじゃないかな、なんて思った話したんですけど。そういうこともあるよね。いや、ある、これ世界中であるんですよ、そういうことはだからね、調子乗っかっちゃうと、足引っ張られちゃうね、やっぱりね。 人間っていうのは、いつまで経ってもね、やっぱ礼儀正しく、控えめにというのが一番いいんじゃないでしょうかね。そこにはやっぱり感謝の気持ちを持って生きる。これが本当に、これにつきます。うん。感謝の気持ちを持って、毎日、控えめに生きていく。これがね、やっぱり人生成功の秘訣じゃないですかね。あの、わざとらしくね、感謝の気持ちをそつはダメですよ。あの、心の中からですよ。だから、いつもお話ししてるようにね、 心は柔らかく、気持ちは強く、前に前に進んでいかないといけないんですよ。ではですね、ここでまとめです。なんだこの <laughs> まとめっていうのはね、いや、あのー、予言のまとめですよ。7月の25日から2024年ですよ。ね。8月の5日の夜12時までに、日本で、 ま、日本列島ですよ。まあ、北海道の先からね、沖縄の南側まで、どこかで、真ん中かもしれない、西かもしれない、南かもしれない、北かもしれない、日本海側かもしれない。まあ、でもとにかく日本です。震度5以上の揺れ。もしくは、もしくはですよ。もしくは、お山だ、ドドンドんどんドどんど大きなね、 起きるという妄想を皆さんにですね <laughs>。妄想なんですかいや、妄想を皆さんにご提供しようと思っています。気をつけてください。やっぱりね、あの、重いものをね、あの、上の方に置いておくというのは良くないですね。だからもう1メートル以上上にですね、電子レンジとか重たいもの、これは置いといちゃいけないですよ。もう床に下ろさないと。だって床に下ろしてれば、 ま、床からね、天井にぶつかるほどジャンプすることは、ま、ほぼないと思いますよ。ただね、あの、大きい揺れだと、冷蔵庫とか洗濯機が、ま、ジャンピングしながら飛んでくるって話は、いや、本当ですよ。いや、これはね、関西の大きい揺れの時にね、昔の、まあ洗濯機飛んできたって言ってましたよ、知り合い。ジャンプしながら。怖いですね、ボンボン、ビョンビョン。まるで生きてるかのごとくですよ。 洗濯機が。でも、あの、線とか電気の線とかね、アースの線とか、水道のパイプみたいなのとか繋がってるじゃないですか。あの、全部壊れちゃって、ぶっ壊して、バンバン、バキボー、ン、ああ、ボン、ボ,ボン、ボン、ボンとか言いながら。怖すぎるよね。<laughs> それが、震度7なんですよ。怖いですよ。だから、高いところに置いてある重たいものがね、そのまんま放置して、ほっとくと、 大きい揺れに見舞われたときに、とんでもないことになっちゃう。足の上に落っこってごらんなさいよ、足の甲に。どれだけ痛いか。いや、痛いだけじゃ済まないよね。いや、もう足がだってもう、何砕けちゃうでしょ、きっと。砕ける人生だよ。砕ける足。もう砕ける、本当に。ねいやー、困るよ。痛いねいや、想像しただけでも痛いね相当ね。 病院に行きたくなるけど、病院は行けないよね、そういう時にも。だってもうそういうことが起きたら病院はやってないでしょ、停電にもなるしね。あとみんなが集まってきちゃうしね。大パニックじゃないですかね、それはね。だから、やっぱりそうならないようにね、お家の方であらかじめ重いものは下ろしておく。あとは倒れてきそうな重いものは固定しておく。これ最初のバーンっていう一撃二撃で飛んでくるから、 最初だけでもバリバリってその固定したものが、あの部品が剥がれようがなんだろうが、最初の一撃二撃を耐えれば飛んでこないんですよ。まあ倒れるかもしれないけど、まあゆっくりだよね、その後だから。だから、最初のドダーンっていう時にバキバキって部品が剥がれて壊れちゃうかもしれないけど、ある程度効力はあるんですよ。あの、これ実証されてるので、だからつっかい棒とかね、何かで家具を固定するとか、 扉が開かないようにするやつをつけるとかね。これ有効です。あとお皿が、あの、滑って飛ばないように滑り止めを敷いておくとかね。ま、いろいろやっておくといいと思いますよ。本当に。これはやらないよりやった方が絶対いいです。危ない。特にお子さんがいるお家。子供が寝てるところの上にね、電子レンジがあるんですよと。いや、危ない。危なすぎるでしょ。でもそういうお家だってあるよ。やっぱ今ね、 住むとこだって大変じゃないですか、賃貸で借りるって言ったって高いしね、だから狭いところで寝るとね、やっぱりそうやってこう乱雑になっちゃうわけですよ、まあいいか、ここ置いとこうかなんて言ってね、でも良くないですよ、もうこれ危ないですから、だけど私が言っているのは、8月の5日までで、あのまあ、来ると思うんですけどね、私はね、あのその小山田んかどっちかがですよだけど まあ、こもし来なくてもね、来なかったらごめんなさいね。<laughs> あ、だけど、用意しておいたほうがいい。あの、カバンとかリュックにいろいろ詰めてね、用意をしておいて、あの、もし来なくても、日本は絶対周期的にそういうものがどっちかね、まあ、両方ともそうなんですけど、来るわけです。だから、いつでもね、重いものはやっぱり下に下ろしておいて、下に下ろして使っていくっていう癖をつけておくのと、ね、あの、固定するもので固定しておいたほうがいいと思いますよ。 あとはリュックに避難のね、いろんなアイテム、あの食料品を中心にして、まあ、下着とかね、洋服とか、いろんなものをね、ゴーグルとかね、マスクとか、いろんなものをちゃんともう入れておくということです。それを担いで、ちょっと足してね、7割ぐらいは完成させておいて、で、ちょっと足して逃げられるようにしておくと。これはね、大事ですよ、本当にね。で、お子さんのリュックも用意してあげてね、子供の体にちゃんと合ったやつですよ。 ダメですよ、子供にね。60リットルのリュックを買ったんだよ。小学校1年生の娘にとか。いや、担げないからね。いや、もう担いだら、それがついちゃうから、リュックが。ダメですよ。いや、成長するから大きめを買うんだとか言う人よくいるんだけど、もうやめてください、本当に逃げらんないからね。まあ、そういう大きいものは大人の方が背負ってくださいね。うん、いっぱい入れればいいってもんじゃないしね。重たいとね、なかなか歩けないしね。 あの遠くまで歩くこともできなくなってしまうかもしれないので、まあ、一生懸命よく考えて、必要最低限のものなんだけど、それだけでも重いです。本当にそれだけでもね、重量、あれ、こんなに重くなっちゃうんだねっていうぐらい重くなる。んだから、まあ、いろいろ考えて、仕分けしてね、ちゃんと用意をしておくといいと思いますね。あとはね、とても大切なことは、避難ルートですね。避難ルートは3種類ぐらい、3ルート。 だってどっちが震源になるか分かんないじゃないですか。まあ、どっちがお山田どんの、ね、どーんってなってるところか分かんないじゃないですか。どこがなるか。だから、三つのルートが必要なんですよ。違うルートが。東ルート、または北ルート、またはうちの場合は南かなとかね、または西かなとか。最低三ルートは、三方向の別々の違う、まあ、避難ルート、逃げるルートを想定して考えておいて、 その目的地、きちんと今から地図を見てね、決めておかないといけないです。目的がないのに、港船は出発できないんですよ。船長ん、えー、出港するんですよな、ね、あと10分で。ああ。どこに目的は、どこに合わせるんですかわからんな。船長ん、えー、え、困りますよ。港を出てどこへ行くんですか 決まっとらんな船長そんな船ないでしょだって。<laughs> ねえ。それ、いや、そこら辺に釣りに行くんだったらいいけど、ねえ。ちゃんとこう、きちんとした船がですよ。目的もなく港を出るなんていうことは考えられないし、ない。でも目的がなくて、もし家を出てしまった家族はどうなるか。これはね、士気が下がっちゃう。やる気が低下しちゃうの。 父ちゃん、こんな揺れて、家危ないから逃げるって言って、父ちゃん一体どこ行く気なのわかんないんだよ、父ちゃんも。父ちゃんも、わかんないんだよ。どこ行けばいいな。こんな親子の会話、情けないのと同時に不安になっちゃうでしょこれはね、あってはならないことなんですよ。ちゃんと3ルート決めとかないといけないです。あとね、恐ろしいのはね、大きい揺れが起きた場合に、 本当にね、あの風景が一変しちゃうんですよ。変わっちゃうの。あの、空ぼこりとか粉塵は舞い上がるしね。あの、ビルは崩れてくるし、火災は起きるし。そうすると、まあ、家族に一緒に、ね、あの、一緒に家族がいる時にそれが発生すれば、まだいいんですよ。だけど、バラバラの時もありますよね。子供遊びに行っちゃってる友達の家とかね、外で遊んでる。で、どこ行ったかわかんないと。自転車でどこ行っちゃったと。ね。 うちの子自転車でどっか行くと40キロは走るからねとかね。そういう子もいるかもしれないですよね。うん、遠くに行くなって言ってるけど、え、40キロぐらい遠くねえよとか言いながらね。で、そんなに離れて、まあまあ、あまあ、1、2キロ離れてるところに自転車で行っちゃうってもザラですよね、もんで、そういう子供がいないと。日曜日かなんかで。子供がいない。で、旦那さんはパチンコやってる。パチンコの駅前に行っちゃった。ね。お母さんだけ家にいる。 で、もう一人の子供も友達の家に。もう四人バラバラ。その時にドカン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 って来たって、ね。どうしていいかわかんないでしょだからそういう時には、ここに集まるのよっていうところをちゃんと決めとかなきゃいけない。家族でちゃんと打ち合わせして起きる前にですよ。起きる前に何かあったらな。大きい揺れとかが起きたら、ここの A という公園あるだろう。いつも家の近くで通る。広いだろう。 あそこに行くんだ。家から、だいたい歩いたら、4分ぐらいなもんだ。な、友達の家に行ってても、あの、うちに来るんじゃないぞ。危ないからな。あの、お前たちのリュックとか持ってってやるから、とにかくその公園に行くんだ。あそこは広いからな。安全だからな。わかったかうん、わかった。うん、わかったよ。ああ、お利口だ。言ってみろ。じゃあ、じゃあ、トムこからだな。トムコ。 どこに集まるんだ大きな揺れが起きたら。父ちゃんの鼻の穴。お前は何にも聞いてないな、父ちゃんの話を。なんで父ちゃんの鼻の穴なん ?A という公園、A 公園だよ。わかったかはあ、わかった。A 公園。よしおいはずはず寝てんのか、お前はあー、びっくりした。昨日遅くて。なんでだなんで寝るんだ大事な話をしてるのに。 大きな揺れが起きてお前が、どこか自転車で離れたところに行っていたら、どこに集まるんだ父ちゃんの耳の上。お前たちはなんで俺の顔をなんかいじくるんだ違うだろう ?A 公演だ。A 公演。わかったか、カズ。わかった。A 公演だね。ところでその A 公園ってどこにあるのもう、まあ、何にも聞いてない。お前寝てたな、本当に。家の近く歩いて4分のところにある、 ほら、ブランコが三つぐらいある、あの、家の近くの公園だよ。ああ、わかっ、あれ、父ちゃんだけどさ、なんだ。その平公園は確かに広いから、まあ、いろいろ、ドカンドカーンってなって、揺れて、安全かもしれない、あそこに行けば。だけど、想像してみてごらんよ、父ちゃん。あ何をだ。もし大きく揺れたらみんなそこに行くよね。ああ、 多分ここら辺の奴らはみんな行くだろうな。そしたら A 公園が満員電車みたいにいっぱいになっちゃうんだよね。ああ、そうか。そしたら A 公園に集まってる僕らは、おしくらまんじゅうだよね。おお、お前たち小さいから見えないな。そうだよ。何万人も来て、その中で僕たちはその中でぎゅう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 揉まれて、 父ちゃん助けて、父ちゃん助けて、母ちゃんどこ、母ちゃんどこって言っても、声すら届かないかもしれないじゃないか。お前はいい子、お前は、お前は特殊な子だな、昔から。こういう話をすると必ず、父ちゃん、こうでしょ、ああでしょって言って、お前の言ってることは大体合ってるんだ。びっくりするな。そうか。わかったよ。父ちゃん、話わかったんだね。俺の言ってることわかる。 わかった。じゃあ、なんかあったら栄光公園に集まるんだぞ。父ちゃん、なんだ。全然わかってないよね。えだから、何万人も人が来て、父ちゃんと、俺とか、出会えないかもしれない。ああ。友だって、出会えないかもしれない。やだ、私。出会えないかもしれないんだぞ、友。あら、兄ちゃんと、 え、兄ちゃんとって言ったって、何万人も人が来るんだ。じゃあどうすりゃいいんだ父ちゃんだろ親なんだろ大人なんだろなんで考えつかないんだよわからん。いや、わからんでて情けないな、父ちゃん。だから、例えばだよ。例えば、滑り台の棒のところだ。あ,ーあれ、なんか、オレンジの棒だったよね。ああ、オレンジの棒だった滑り台の支えだよな。支柱か。 うん。そのオレンジの棒のところを両手で握って捕まってそこに立ってんだぞとか。それだったら、みんながそこに来るじゃない。みんながそれに捕まればいいんだよ。なるほど。わかったか、トモコわかった。わかったよ。オレンジのところに捕まって待ってればいいんでしょ。そうお前は素直でおうじゃない、いつでもな。母ちゃん、わかったのかああー、ごめんなさい。な、な、なに今、ほら。 テレビでさ、お笑いやってて、この人たち面白いのよね。母ちゃんは、今話してた、俺の大事な話を、ずーっと聞かずにテレビ見したのか。そんなことないよ。ちゃんとわかってるわよ。じゃあ、大変なことあった時、どこに集まるんで言ってみろ。父ちゃんの頭の上の髪の毛が一本しかない、一本の髪の毛に捕まるんでしょお前、どうしてさ、 もう冗談で言ってんのかいや、本気よいやいや、何にも聞いてないなそんなんでどうすんだ本当にね、どうすんだですよね。いや、だけど、今みたいにね、具体的に細かく決めておかないと、家族はね、バラバラのまま、二度と出会うことができなくなるかもしれないんですよ。 だって広い公園で、そこに3万人、4万人来るかもしれないですよ、本当に。4万人が来たらわかんないですよ。4万人の中からね、自分の身内を探すのは大変ですよ。みんな同じように見えちゃうもんね。だってあの、子供の運動会とか行ったことある、ね、ある人いるでしょなんか赤帽みたいな白帽みたいなの被って、遠くから見たらさ、似てるじゃない。 どれが自分の息子なんだかわかんないし、見たって。いや、わかんないよ、すっごい遠くから見たら、ど、ど、どれだって。よくあの、困って写真撮ろうと思ってるけど、どれがうちの息子だって言って困ってるお父さんいるもんね。いや、だけどそんななっちゃう、本当に。だからね、さっきのね、僕が言ったように、滑り台のオレンジ色の柱に両手でしっかり捕まってる。そういうふうに約束するんですよ。なんかあったらあの公園に行って、その公園の滑り台の、 死中、棒に、オレンジの棒に両手で捕まってるよと。みんなそうするんだぞ。分かったかどこにも行くな。探せば探すほどお互いに探し、お互いに探してうろうろしてると、すれ違ってしまってずっと会うことができなくなるんだよ。分かったかっていうふうに、ちゃんと丁寧に説明しておかないといけないと思いますよ。まあ大変ですよ。ね。まあとにかく、まあ備えてください。ね。 まあ、予言ということで、ね。一応アップしておきますので。8月5日までですからね。まあ、今日からと考えていいわけですよね。今日から。8月の5日の夜12時まで。お山田ドンか。もう大地がドンか。日本列島のどこかで。ということで。また、次回の動画でお会いしましょう。皆さん気をつけてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。